にちは、かくすけです。マジカルバケーション続きをやっていきます。はい、そう、この3人のメンバーになったところで前回終わりましたね。おいしょー、じゃーん。あ、届かない。飲み物。まあ今回は諦めよう。よし、じゃあやっていきましょう。なんか北西に向かうとかなんちゃら言ってたよね。よし、じゃあ行っていきましょう。なんでこの3人になったんだっけな。なんでこの3人になったんだ。待てよ。とりあえずね、エニグマとの戦いが終わって、忘れてるなあ。あ、デモンは初めてのね、雷だからね。雷はイニシエ、そう、ショートさせるのが得意なんだよね。パチパチ、フラッシャーまで知ってる。あ、フラッシャー2段。わー、後ろと前。で、水も水で横にできるんだよね。今回は意味ないけど。範囲攻撃いいなー。ペシュ頑張れ。鷹の力。いいね、強いなー、さすが。パチパチ。お、パチパチ強い。あ、レモンちゃん、さすがだなー。強い強いって言われてたもんね。確かにエニグマと一人で戦ってたぐらいだからね。よし、行くぞ。一旦戻ればいいのかな、とりあえずは。あ、へへへ、人が狙ってた宝箱も取るんじゃねえぜ。取っちゃった。お、君たちか。ペシュが攻撃して、鷹の力適当に。あー、今回はパチパチあんま使えないね。ブルーカスケードね。キック。あ、しまった、倒しきれないよな、キックじゃ。それで、あー、まあ、結局この2匹は倒せた。体当たり。ポップテイルはね、大して強くないと思うからいいさ。でペチュは一番早いね、やっぱ。ピスタチオと同じようなポジションかな。素早いタイプで、北西に向かうんだよね。文鳥たちはいいとして、チュンチュン。ジュンはいないかな。ジュン、火の子は、あー、そっか、後ろの子はできないのか。鷹の力、パチパチでこっち。ブルーカスケードは火に強いだろうな。レッドローズ、ビリビリしない？大丈夫だ。オッケー。で、レモンちゃん、お、すごい。あ、ブルーカスケード効く？おー、倒せた。物理攻撃が効く子でも魔法で倒しちゃったね、今回。強いなー。こっち側もあるんだ。これ北西っていうか、ただの西だよね。チュン。いや、北西に行けるのか、こっちから。もう行ってないところがありそうで。あ、あ、いるじゃん、あの子。なんだっけ名前。ピラニアは今回はあんまり触れないようにしよう。結局同じでしょう。今までのピラニアにあげたお金の数でなんちゃらかんちゃらとかいつかありそうだよね。あ、水は入れないんだね。え、魔物の声。ヒャ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 。すごい気持ち悪いのがいるけど、まあ、そんな悪い人じゃなさそう。やんだー、助けてけろー。ああ、おーっと、いきなりヒャ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 。普通のモンスターでしたね。タカの力、はい、パチパチ、ブルーカスケード、ほい。これである程度倒せるでしょ、さっきと同じパターン。あ、ブルーカス、あー、そこにやっちゃう。残ってる2人にやってほしかったな。あとはペシュが倒すでしょ。はーい、ありがとう。
じゃあまだだったんだ。なんだお前たちは、お前らもドワーフみたいにくるくる回してやろうか。あ、回ろうか。くる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 、楽しそうだな。ひゃーはっ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 は、最高だぜ。いい回りっぷり生かすぜお前を。まあ悪い子じゃなさそうだな。でももう飽きた、殺すぜよ。悪かった、悪い子だった。お、なんかボスキャラキャない、この感じは。音楽がね、この人は違うんだ、違うんだ。あ、石か。もういないんだよな、音符のハミングちゃんは。石は、石に弱いのは、虫だから。パチパチ、フラッシャー。うわお、すごいなんかもったいない精神が働いちゃうね、一匹に対して。そんなって、よし。あ、1か。ボールガル、パチパチ、強い。ブルーカスケード。あー、なんでー、なんでアランシアがいないんだ。臭い足、うわー、やだー。うわ、防御力下がったし、強っ。天使の微笑みで隠す気を回復かな。じゃあサイの力使っちゃう。フラッシュは多分ね、攻撃力ってより範囲攻撃だからな、そこら辺は普通の技を使っていきます。よし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 。コールガル2匹分ぐらいやってもいいな。消されることはないからね。コールガル2回しよう。臭い足、やだー、やばいぞー、レモンちゃんが。ペシちゃん、回復してあげて。で、コールガルを2回やります。はい、ブルーカスケード。キャー、幸せだろうな、ペシちゃんの。あ、やばい、もう MP がないってことだな。全然回復しなかった、ブルーカスケード。次ペシちゃん回復だな、 MP。 よしよし、隠す、全然よしよしじゃない。MP が全然ないね全然ないね。ちょっとアイテムで、一旦カエルグミで回復するか。隠すけを、で隠すけは、あ、コールガル1匹負けだったっけ。でサイの力やって、レモンちゃんはアイテムで回復しようかな。でブルーカスケードを使っていこう。アシッドスコールとかね、使ってもいいんだけどね。サイの力、いっけー、46、強いぞー。カエルグミ緑、ブルーカスケード使って、よしよし。そうか、天使の微笑みも少ない MP 量でいっぱい回復できるようになるってことで、コールウィッシュは常に使ってた方がいいかもしれないね。コールガル、ミミズグミをペシュに使ってあげようかな。よし、バル、ブルーカスケード、よしよし。この2つを使って、あー、ありがとうね。そうだそうだ、ミミズグミ使ったんだったね。10、キック、開いたー。あ、でも、あー、でも大したことないじゃない。で天使の微笑み使ってみよう。じゃあで、サイの力使って、レモンちゃんが普通にパチパチ、フラッシャーも使ってみようか。 MP いっぱいあるから、アシッドスコールも使ってみよう。でも全体攻撃、おお、すっごい回復した。やっぱそうなんだね、全体攻撃だからそんなに攻撃力は上がんないよね。アシッドスコールも、だよね。これは格付けに任せるしかないな。魔法、いや、いいや、キックで、コールバル、パチパチ、ブルーカスケードでちまちま攻撃していこう。パチパチ、13、ブルーカスケード、10、あとちょっと。あー、もう臭い足とか一番嫌な攻撃を。ちょっと回復しようか。一回耐えられるから、コールウィッシュ呼んでからにしよう。で、鷹の力、隠すけの MP がなくなっちゃったな。サイの力を使いすぎたな。
よしよし、28。あとちょっとだよな、12。あと1、2ターンくらいでいけるような気がするな。うっ、ペシュペシュ、あなたの手番で、カクスケが、どうしよう。まあ一旦の差だからね。ここで2人が倒しちゃっても別にいいし、で回復してあげて、パチパチ、12。アシッドスコールじゃなくてブルーカスケードで、あと一旦で倒せるね。あ、まずい、大丈夫レモンちゃん。ペシュペシュ、一応回復してあげて、一応ね。あの人一番最後に攻撃してくるから、まあ、倒せるだろうけどね。うんほとんど回復しなかった。はい、倒した。いや結構苦労した。穴開き葉っぱを手に入れたよ。お、レベルアップだね。レベル11。 OK、 ペシュも上がった。あ、これはラブレベルだね。お、天使のキッス、これはなんだ。くる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 、うわ、許せん、許せんぞ、覚えておけよ。あ、よしよし、爆発したな。しないと思った。いやー助かっただ。もう感謝感激雨あられだべ。もうなんか可愛いよねこの子。たまにさ、なんか画面の端っこに見えてたけど、ドワーフ可愛いな、このゲームのドワーフ。あいつはぶっちんで三世っつバケメンでよ。ドワーフを回し始めたら死ぬまでやめねえんだ。いや、命拾いしたないや。だず、命の恩人だ。このまま自由に使ってけれ。金は後でええだな。お、お金くれるの。だず、後でええだ。あ、ありがとう。いんや、まいったまいった。おめえらむっちゃつええの。いんや、たまげた。ありがとう。ようやく宮殿を抜けたわね。カフェオレを探しに行けるわ。そっか、カフェオレを探しに行ってるのか。ところでマドレーヌ先生のことなんだけど、あの先生ぼーっとしてるだろ。こっちの世界に来てたとしたらやばいんじゃないかな。いやー、すごかったよマドレーヌ先生。カフェオレが見つかったらすぐに探し出して助けてあげなきゃ。いや先生ってのはね、すごいんだよ実は、思ったよりね。おや、勝手に進んじゃった。あ、エニグマがいっぱい。これは寝てるだけ、寝てるだけ。あ、マドレーヌ先生、生徒たちはどこにいるの。返しなさい。こいつ何者だ。これではキリがない。あれ全部倒したんだろうな。そりゃこっちのセリフよ。ケルレンドはどこにいるの。ケルレンド、ん、直で話をつけるわ。合わせなさい。じき？ケルレンドを知ってる？人間のくせに。虫キャラの名前を一つ知っていたところでどうする。エキウロクリュ。ケルレンドもこの名前の感じだとモンスターかな。それに虫キャラは死んだ。たった今、クッ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 ク、あ、モンスターじゃないのかな。虫の人？誰？危ないのが来た。口からなんかドロドロ出てるもん。誰でもよかろう。私の生徒をこっちの世界に引き込んだのはあなたね。あ、そうなの？お前の生徒はここには来ていない。光のプレーンにいる。学生ごときや我らが光の中にあっても恐れる存在ではない。私だけ特別に闇のプレーンにご招待されたわけね。あ、じゃあ特別強力なんだろうな、ここのエニグマたちは。ありがとう、恐れ入るわ。生徒のね、安全をね、心配してたんだね。けっけっけっけ、光のプレーンはもうすぐ落ちる。太古の魔法とドワーフの技術が俺たちのものになる。そして俺たちが宇宙を支配する。俺と融合しろ。どのプレーンにも行けるぞ。クッ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 ク。ケルレンドゥ配下のエニグマは一匹もいないのね。あ、ケルレンドゥ配下のエニグマはいいエニグマとかいるのかな。
虫けらどもはみんな死んだ。生まれ変わるために記憶を消し生まれ変わる。エニグマは一つになる。俺がエニグマの王になる。でも そんなラスボス級じゃない気がするよな。ふう、嫌になるな。もう宿主を持たないエニグマがそんなに強いのかしら。なんだと？あなたたちじゃ私の生徒にも勝てないわ。なんだって？光のプレーンにいるんでしょ。だったら焦る必要もないな。お前の言ってることは全てただのハッタリだ。思い知らせてやる。はあ、やれやれ。余裕だなあ、マドレーヌ先生。またどこかでお会いしましょう。わあ、マドレーヌ先生すっごい強い。逃げたぞ。ワープしやがった。ハッタリじゃない、ワープの魔法を使ったぞ。相当すごいんだろうな、ワープ。ち、光のプレーンは後だ。ガキどもとあの女を殺す。闇のプレーンに引きずり込め。あ、みんな引きずり込まれるの？じゃあこっちにはもう戻ってこれないことはないかな。テレポテーションがあるもんね。通るのは勝手だけんども、おめさ、キードモンガには入れねえだぞ。わがってんだか？キードモーニャ、兄ユダ、同じドワーフでげね、でねげ。ちょっくら機械を借りに行ってくれ、かまわねべさ。行くくれ、おらたちはエリートだ。おめたち人間、人形いじりしてるようなドワーフと一緒に戦にするてね。ドワーフ同士で揉めてるみたいね。まったくもう喧嘩はいけませんの。私が叱ってあげますの。あ、カフェオレじゃないか。ショコラ、あ、ショコラだった。カフェオレじゃない。あー、レモン。カフェオレはイニシエの機械だったね。ショコラ、無事だったのね。あれよ、追ってさ来ただか。あ、あー、そんなショコラを。あ、逃げますの。追いかけるぜ。なんで。俺はデミグラだ。ここから西はドワーフの土地だ。デミグラって聞かれると聞くとね、マリオ RPG の敵を思い出すんだよな。勝手にうろうろしてっと、親方に偉い目に遭わされっと。つい先も怪しい古代機械がオーブンに改造されて奪われただだ。オーブンにされたの？しかも代金はカエル組3個。いくらなんでも安すぎるべ。500ブラーより安そう。オラアングレーズだ。西、南にはピップルスが住んでるだ。ピップルス？ピップルスってのな、ネズミみてえな連中でよ、チーズの塔に住んでんだ。あ、ピップルスいたね。謎のピップルスが宝箱を盗んでったもんね。可愛かったもんな、あの子。金の代わりにカエル組を使う、イカさねえ連中だべさ。カエル組いっぱい捨てちゃったからな、もったいない。お金代わりだって。見当たらない。どこに行った子かしら。キードモンガとどうこう言ってたよな。キードモンガ、ドワーフの塔ですの。お、ドワーフの塔。ち、厄介に来た、厄介なことになってきたぜ。よし、テレポテーション、はい、取り出しまっちゅう。はい、5個。5個なんてもうすぐ登録しちゃうよ。こっちの方に、あ、これはガラクタの中からウールの繊維を見つけた。ほう、ガラクタだったか。ガラクタの中から赤いキララを見つけた。というかさ、虫が好きな男の子がいたのが気になるんだけど、ちょっと体力回復してなかった。 MP も回復してない。カエル組で回復してあげて、レベルが上がったから MP がある程度あるのか。これは隠す気はそんなに出しゃばらずに、レモンとか、レモンとかブルーベリーの力を借りてやっていった方がいいんじゃないかな。それに火だからね。あれ、火に強いのは水で合ってたっけ。このゲーム結構特殊だったりするからな。あ、こんなに倒せちゃうんだ。
いやでも一発では倒せないね。じゃあ今後火をちょいちょい攻撃しつつアシッドレインかな。弱い。ペシュが、これで倒して鷹の力でパチパチである程度やっていこうかな。2、これで倒せるといいけど火に弱いことはないからね。よしよし。はい、カエル組緑手に入れた。よいしょ。穴開き葉っぱ、イボイボ葉っぱ。いるとしたらここ、あ、いけないじゃん。あの男の子なんだっけな、名前で。そこに誰がいるんだ。まずいぞ、なんかいっぱい出てきた。天使のキスって MP を回復する。あ、でも自分が一番 MP 使いたいもんな。あ、でもレベル上げるためにちょっと使っておこうかな。鷹の力、この子がハミングか。音は刃に弱い。うん、ダメだ。火をこう、この辺攻撃してパチパチで、この辺攻撃してアシッドスコールかな。うわー、バラッバラじゃないか。水は電気に強いんだったよね、確か。聞こえ。ポケモンみたいな。鷹の力、いけ。トーン。うわ、後ろにドードリオがいるぞ。トロルート、草か。パチパチ。え、全然汚い。あれは殴りで行くしかないやつかな。いやー、殴りだな。どんぐりんこじゃないか。ちょっとテンション上がった。炎、痛い。ペシュを攻撃してくるとは卑怯な。天使の方向へ。でもん、いや、天使のキスを自分にかけまくってレベル上げればいいんだ。鷹の力はこっちにして、パチパチ。この二人は多分ね、魔法あんま効かないんだよな。ちょっと待てよ。ペシューはこの子を殴ろう。で、鷹の力で後ろを引きずり出しつつパチパチで攻撃して、ブルーカスケードを使おうかな。キック、え、効かない。なんだと、魔法も殴りもそんなに効かないと。よしよし。パチパチ。あ、そっか、ターンが終わるまで後ろから前に来てくれないんだよね。パチパチ。よし、倒したぞ。これで3匹が前に来たけども、トントントン。どんぐりんこね。虫いないもんな。キック、鷹の力使ってみるか。キックかな。身のキックでやってみよう。キック、あ、1しか効かない。鷹の力を使って、あ、ピーチクパーチク。キック、7。よし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 。キック、6。でも魔法が効かない感じだったもんな。キックで頑張るしかないか。2。あ、ペシュはね、もともと弱いから。回復役だからね、しかない。あ、強い。強かったな、今の攻撃は。よし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 、レベル上がってる。お、いいね。やっぱ強かったもん。あー、やっぱ強かったもん。そりゃレベル上がるよ。ちょっと下から行ってみたいな。多分ハズレだから下。予想。穴開き葉っぱ。ほらね。電気がいる。よし、これでテスラ、コールテスラができるよ。ビーカビ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 カ。おいら、神ラリの精霊テスラ。ヘリオン金貨を集めてるビカ。
3枚ばかし譲ってほしい。ビカビカ、お、ギリギリ3枚。ビカ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 、感謝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 。うん、雷はショートさせて水に弱いだったかな。うん、そうだね、間違いない。オッケー、イボイボ葉っぱ、うん、イボイボ葉っぱね。オッケーじゃあ結構ね時間が経っちゃったから、ガラス玉を見つけた、オレンジの実を見つけた、スカンピシェル、スカンピシェル、スカンピシェル、なんか装備？チューリップとかはいい。あ、レザーバンドが強い。ビニールシャツ、木の靴、パッチン止め。そうだ、あんまりここら辺やってなかった。あ、スパイク、よしよしよし、やってなかったな。チューリップ、MP 高いやつがいいな。ペシは、うん、パッチン止め。あ、雷のシールがある。いいぞ。雷のシール。さらに西へのシールも貼っちゃおっか。雷のシール。うん。よしよしよし。B はそんなにいいかな。はい。マジックドール。よいーん。おや。これドラウフさん作。ほら、MD 職人のウスターだ。MD?ミニディスクかな。おめえマジックドールさ知ってるべさ。あ、マジックドールか。え、そこにいる子聞いとこ。マジックドールっちゅうのは機械の人間だべさ。この辺りで MB って言ったらマジックドールのことだよ。ドワーフが発明したべさ。最初は機械のドワーフさ作るべつってたけどもよ、悲しいかな、機械にゃヒゲさ生えねえんだ。ほら、あのおじっちゃんの代から一生懸命作ってきたともヒゲが生えてくんねで、他のドワーフは誰も認めてくれねえんだ。今じゃキードモンガにもオラたちのいる場所はなくなっちまったんだ。そこでおめえさみ込んで頼みがあんだ。オラのマジックドール MD05 サティン引き取ってほしいだ。もちろんタダでええ。オラ他のドワーフみてえに金金言うのは好きでね。ドワーフは金大好きなんだね。オラの MD0505 サーディン引き取ってくれるか。お、喜んで。え、友達、仲間になるんだ。あ、やった、イニシエかな。ありがてえ、オラ涙出そうだ。引き渡しの前に簡単にマジックドールの説明さしとくべさ。オラは引き渡すマジックドールは基本のマジックドールだべ。この基本のマジックドールだけでは実のところなんもできねえんだ。マジックドールは5つの材料さ組み込んで強くしてやんねといけねえんだ。5つの材料が揃わねと能力も最低のままだし、魂の入魂もできねえんだ。魂の入魂ができねえってことはすなわちヘボのまんまってことだべさ。ところってところで、まいったな、どこから説明すべか。5つの材料って何？そうそう、マジックドールに組み込む材料はな、シェル、ジェム、フルーツ、それからキララガット、この5つが必要なんだべさ。あー、シェルとかジェムとか手に入れてたのはそれか。シェル、シェルはマジックドールの外殻を強化するべさ。クラブシェルとかなんとか、ホニャララシェルっつー名前で呼ばれるもんだべさ。もうジェムは、ジェムは入魂した魂から力を引き出す宝石のことだべさ。アメジストやらアルビーやら何でもええべさ。うーん、何でも宝石ならいいんだね。フルーツ、フルーツで魔法の力が流れやすいようにするだ。オレンジの実やらリンゴの実やらいろいろあるでよ。普通にフルーツだね。いろんなフルーツを試すといいだーな。じゃあキララ、キララはジェムで引き出した力を増幅すんだ。増幅わかるか？大きくするんだべさ。赤いキララに白いキララ、いろいろあるでよ。じゃあガットは、ガットは筋肉みてえなもんだべさ。キララで増幅された力で伸びたり縮んだりしてボディを動かすんだ。
ウールの線やら羊のガットやらいろいろあるでよ。うん、さっき見つけたね。とりあえずいろいろ試してみればいいんだな。わあ、すごい聖剣ロムのロボット的な位置なのかな。マジックドールの能力はタイプ、パワー倍増、パワーリミット、必要パワーで表されるんだべさ。タイプ、タイプってなぁ、見てくれのことだべな。大した意味はないんだけども、けんども、かっこええマジックドール連れてた方が箔がつくだな。うん、そうだね。かっこいいのがいいな。パワー増倍率ってなぁ、のってなぁ、どのくらいパワーを出せるかって数字だべ。マジックドールはよ、ニューコンツってな、魂を入れないと動かねえんだこれが。ニューコンツーのは仲間の魂をマジックドールに入れるってことだべさ。うん、ジェムが必要なんだよね。それに魂を入れるっつっても元の仲間が死ぬわけじゃねえんで安心してけろ。魂のコピー悟るみてえなことだべさ。コピーな、わかるな、わかるか。コピー、コピーどうやって取れた。魂の入魂の時に選べるのかな誰か。パワーリミット、パワーリミットはパワーを引き出せる限界のことだな。そもそもマジックドールは仲間のキャラの魂を入魂して動いてんだべさ。あ、やっぱ選べるのかな。で、パワーリミットは低いとせっかく強え仲間の魂を入魂してもだな、そいつをうまく引き出してくんねえべさ。あー、リミット重要そうだな。必要パワー、マジックドールを動かすのに必要なパワーのことだべさ。そのまんまだね。マジックドールに5つの材料を組み込むと仲間の魂を入魂できるようになるべ。だけんども仲間の能力値が必要パワーより低いとうまく動かねえんだこれが。ああ、そうなのか。だから最初はあんまりとっぽいマジックドール作ってもしょうがねえべさ。小さいパワーでも動かせるそれなりのもんを作って我慢するしかね。ああ、そうだね。ソシャゲのね、なんかデッキ最高値みたいなあんまりいいの入れすぎたら動かせないってやつだね。組み込み方、魂の入魂、うんちく、ここら辺次回聞こうかな。ああ、そったそった、これを持っていくといいだな。マジックドールのことさ、いろいろ書いてあるだ。まあちっまあ焦ることはね、じっとずつ覚えていけ。それじゃよろしくだどんべさ。 MD 辞典をもらった。ほったらな、 MD に組み込む素材はその辺に落ちてるはずだから探してくれや。よろしく頼んだでよ。ああ、よかった、いなくなっちゃうと思ったけど。うん、ちゃんと次回話を聞きましょうね。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。